でも一体何だったんだろう。鎧の人もいなくなっちゃったし。こいつらもうしつこいな。そこのあなた大丈夫？怪我はない？はい大丈夫です。また姿を変えた。あなたは下がってなさい。いえ、私も戦えます。あら、頼もしいわね。なら片方任せるわ。はい。私だって戦えるんだから。もう会えない。私は一人きり。ねえ、何して遊ぶの？
倒す。戻りたい、あの日々に。俺、もっと強くなる。そこだね。やれやれ。うむ、風流。ふむ、浮かばん。ねえ、何して遊ぶの？ねえ、何して遊ぶの？片付いたわね。ありがとうございます。あ、私アリサです。よかったらお名前を。イザベルよ、よろしくね。ところで、さっきの怪物のこと何か知ってる？すみません、私もよくは知らないんです。ただ私はあいつらに友達を連れて行かれてしまって。大事な友達。うん、そうだったの。頑張ってね。必ずその友達を助け出すのよ。私のようになってはダメ。イザベルさん？私にも再会したい人がいるの。でも再会するのがすごく難しそうで。あ、あなたはそうならないように頑張ってね。ごめんなさい。いえ、そんな。さあ、急いだ方がいいわ。あなたのお友達のためにも。はい、じゃあ私はこれで。あ、すごく寂しそうな目をしてたな。ダメダメ、私が落ち込んでも仕方ないよね。ロザリア、待っててね。